千本鬼桜、千本鬼桜。千本鬼桜、千本鬼桜。鬼桜、こんにちは、トマです。300億チャレンジ。300億だって、多分いけるはずなのだが、ちょっと待って、ブルドブルドブルドブル、汚っ。まあいいや、鬼桜、まあブルジョは得意じゃない俺でも、ダブルゼータ主化使えば300億ぐらいはギリいけるかなっていう気はする、計算上は。ウェイで、タイム玉いっぱいで鬼桜いけるかな。もう主化の説明し一応しとく。このもうデカプに降ってきてるけどね、あのスキルでね、あのデカップに2サイズとか、これスキルマックスやけど3サイズとか降ってくるから、まあめちゃめちゃ楽だと、めちゃめちゃ楽。あ、これあれね、なんだね、なんだで、あと地味にいいのが、あ、ほらデカップに降ってきたでしょ。地味にいいのが、あのニャーキービーと一緒だけど、もう一個のスキルの方ね、ちょっとややこしいんだけど、ややこしいんだけど、サイズ4だっけな、4以上かなんか消したら技ゲージが溜まるっていうのが 65% あるの。だから、なんて言うんだ。65% は、何もしなくていいっていう。何もしなくていい。ニャーキービーと一緒だね。何もしなくても溜まると。で、残りはダメだけど、最初に言った通り、デカプに、サイズ2とかサイズ3とか降ってくるから、まあ、基本何もしなくていいと。何もしなくても溜まるっていう感じかな。ただボーナス玉さすがにこれタップしていかないと、結局タップしていないけど、ボーナス玉だらけになっちゃうから、ボーナス玉だらけになっちゃったらプニ降ってこないから、まあそれはやんなきゃいけないけど、意味わかったかな。まあ一回、まあ多分この動画見てる人はあれでしょ、あのブルジョアマンでしょ、多分ブルジョアマンだから大丈夫でしょ、多分大丈夫だと思います。はい、ほらデカプニいいね、左上のやつね。おう、これ長いだろうな。上のスコアで、140億ちょいぐらいいけば、多分300億いける。いきましょう。多分俺、秒数もね、一回やったんだけど、実験で。多分普通に70秒とか戻ったり、80秒になったり、めっちゃうまくいったら90秒になったりしまーす。おーい。これちょっとしょぼくない？
あー、タップミスしてる。ちょ、2体残ししたのにごめん、しょぼかった。2体残ししたのにしょぼかった。2体残ししたの37億。まあ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 いいでしょう。今60秒ぐらいだね、まだ。ここ苦手だ。やばい。あ、あっ、いや、撃っちゃって、撃っちゃって、これ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 汚くて大丈夫。タップでデカプニ2体はこれなんで大丈夫だから、こんなんで大丈夫だから。しかもここで多分ボーナス弾はめっちゃ出さなきゃダメだな。ここでボーナス弾はめっちゃ出さなきゃダメだ。79秒、80秒いける。来た？来た、80秒。いいよ、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 いいよ。鬼桜、81秒。これ大変だ。82秒。もう一回ある？これ。20億。もう1フィーいける？これカンストはいったもんね。144。ちょ待って、やばい、アーマードがいない、アーマードがいい。もう一回ある？これもう一回あったっけ？とりあえずダンドリ。もう一回ある？ないのかよ！待って！ 144。 無理か。304億。あぶねえ！もう一回あると思ってた。300億達成と。いった感じでしょう。疲れたね。いや、これ主家やばいわ。これ主家やばいね。スムージュアと組み合わせるとやばいよ。77位ということで、これはもう最強の主家誕生と言っていいでしょう。結局ブルジョア使っちゃいました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。